皆さんこんにちは。私は中之島キリスト教会の牧師で国分博士と申します。よろしくお願いいたします。今日は5月10日サムエル記第2、5章11節から25節、神に伺って行動することが勝利の秘訣です。サムエル記第2、5章11節から25節。ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、杉材、大工、石工を送った。彼らはダビデのために王宮を建てた。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知った。ダビデはヘブロンから来て後、エルサレムでさらにそばめたちと妻たちをめとった。ダビデにはさらに息子娘たちが生まれた。エルサレムで彼に生まれたこの名は次の通り、シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エルヤダ、エリフェレテであった。ペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、要害に下って行った。ペリシテ人は来て、レファイムの谷間に展開した。そこで、ダビデは主に伺って行った。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主は、ダビデに仰せられた。登れ、私は必ず、ペリシテ人をあなたの手に渡すから。それでダビデはバール・ペラチムに行き、そこで彼らを撃った。そして言った。主は水が破れ出るように、私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバール・ペラチムと呼んだ。彼らが自分たちの偶像を置き去りにして行ったので、ダビデとその部下はそれらを運んで捨てた。ところがペリシテ人は、なおもまた登ってきて、レファイムの谷間に展開した。そこでダビデが主に伺ったところ、主は仰せられた。登っていくな。彼らの後ろに回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め上れ。その時主はすでにペリシテ人の陣営を撃つためにあなたより先に出ているから。ダビデは主が彼に命じた通りにし、ゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を撃った。ダビデ王は素晴らしい王様となりました。彼は本当に心から神様を信頼して従い、また数々の素晴らしい勝利を遂げました。で、そのダビデの素晴らしさが今日は語られているところ、素晴らしい彼の勝利について私たちは学ぶことができます。彼はまず非常に自分が
盛んになった、神様によって盛んにさせていただいたということを知りました。彼は王宮を建てます。で、外国からわざわざこの材料を輸入したり、そしてまた人も雇ってきたり、でこれはかなり膨大な資金がかかることですね。で、そういうことをわざわざするということができるのは、で相当資金に余裕があったということです。倹約していたらとてもできません。で、特にこの材木を使うというのはイスラエルではこれは実はすごいことなんですね。日本では材木がたくさん手に入りますから大したことではないように感じますけれども、イスラエルでは材木にできる木というのは非常に限られています。まあ、糸杉というまっすぐに立つ木があるんですけれども、それは材木に使えます。しかしその糸杉がいくらでもあるというわけではない。ですから大量に欲しい、特に立派な木が欲しいという時には輸入する必要があったわけですね。それらを加工するような大工というのも、まあ、当然ながら材木の数が少なければ大工の数も少ないわけですね。ですから、まあ、そういう人たちも雇ってくる。これは本当にたくさんの資金が必要であります。で、それだけのことができた。で、これは非常に大きなことですね。で、そのように自分が豊かになり盛んになると人間というのはどうしても心がおごりやすいものです。自分が何か偉大なものになったというふうに感じて、そして自分の力以上のことができるような、でそういうふうに思いやすいものであります。しかしダビデはあくまで謙虚だったんですね。このところを本当に見習いたいと思います。また戦争になりました。ペリシテ人が攻めてくるわけです。で、このペリシテ人との戦いはダビデの生涯続きます。で、ペリシテ人と戦うときにダビデはこれまでもたくさんの勝利を挙げてきましたので、何に来たのかまたやっつけてやるぞと言って勇ましく出かけていっても良いのですけれども、彼はもちろん勇ましくは出かけていくけれども、その前に主に伺うわけですね。で、本当にこの戦いは御心なのですかと、で私が本当に勝利を収めることができるでしょうかというふうに聞くわけですね。19節に、そこでダビデは主に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか、彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主はダビデに仰せられた。登れ、私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから、まあ、こういう神様との祈りの会話を経て、でそれからダビデは戦いに出て行って、そして勝利を収めるんですね。で、これは本当に素晴らしい態度であります。そしてその時に敵が自分たちの偶像をこう置き去りにしていってしまう、まあ、命からが逃げて、まあ、神様も捨てちゃうわけですね。まあそんな捨てた神なんか大したことはないわけです。でも昔の人たちにとっては、特にこの偶像礼拝が盛んな時代においては、捨てられてると言ってもやっぱり神様というふうに思いますから、非常に気になる存在ですよね。ですからそのまんまにしないで、ダビデと部下たちはそれを拾って、そしてわざわざきちんと捨てたんですね。で、そういうところに放置させておいたらば、誰かがうっかりそれを拝んでしまうかもしれない、まあ、そういうことを避けたわけです。さらに敵がまた登ってきます。前回勝ってます。ですから今度もまた同じだというふうに思って祈りもせずに出ていくということも、私たちはよくやることではないかなと思うんですね。初めての時にはやっぱり慎重に祈る。でも2度目だからね、3度目だからって、もう実は戦いを何度もやっているんですけれども、でもこの時もダビデは神様に祈るんです。そしてまあ私たちが祈る時に、まあ前と同じようなことだからきっと同じように答えてくれるだろうとね、前も戦え勝つぞっていうふうに言ってくれたんだから、今度も戦え勝つぞと言ってくれるんじゃないかなと思うと、今度は神様のお言葉が違うんですね。23節に、そこでダビデが主に伺ったところ、主は仰せられた。登っていくな、彼らの後ろに回っていき、バルサム樹の柱の林の前から彼らに向かえと。これは神様が計略を立てているわけですね。まさかそんなところから敵が出てくると思わない、まあ、そういうところに潜んでいて、そして突然奇襲をかけろという、まあ、そういう、こういう神様からのご命令が来る、
これはおそらくダビデは思いもよらないことだったんじゃないかなと思うんですね。神様はやれやるなと、まあ、そういうことはおっしゃるかもしれないけれども、まさか作戦前に立ててくれるというふうには思わなかったでしょう。まあ、ダビデはこの神様のご命令に聞き従いました。そして奇襲をかけて、そしてまた見事に敵を打ち破ることができました。このようにダビデが本当に素晴らしい王であった、彼が素晴らしい手柄をたくさん立てたというその背後に、神様に対する深い信頼と服従の心があったということを私たちは見逃してはならないと思います。彼は心おごっていませんでした。盛んになっていたんです。儲かっていたんです。たくさん勝利を収めました。でもそれは俺の力だというふうに思わないで、みんな神様からの恵みなんだ、神様が勝たせてくれたんだ、神様が与えてくれたんだ、今度やる時にも神様がやらせてくださればうまくいくし、神様がやらせてくださらなければ今までうまくいったからといって今度成功するという保証は何もない。神様がどう言ってくださるのか、それを聞きたい、いつもそう思っていた、このダビデの姿勢に私たちは学びましょう。あなたは自分のしようとすることを主に尋ねていますか？ダビデは戦いに出るかどうか神様に尋ねて、それから戦いに出ていきました。でそれは彼の心に本当に主に尋ねたいと、私は本当に行くべきだろうか、やるべきだろうか、そういうことを神様はどういうふうに思っているだろうか尋ねたい思いがあったからなんですね。で私たちはもちろんいろんなことを祈ると思います。ああ神様、どうぞあの人を助けてくださいと、もし困っている人がいるならば、私たちはきっと切実に祈ると思います。あるいは誰か本当にイエス様を信じて救われてほしいと思う人がいるならば、ああ主よ、どうぞあの人を救ってくださいというふうに祈るんじゃないでしょうか。まあ、他のことでも切実にこれは神様に求めようと私たちが思うならば、きっと一生懸命祈ると思います。でもひょっとしたらば、いやこんなことまで神様に祈ってもしょうがないんじゃないかなというふうに思ったり、いやこういうことは神様にわざわざ言うようなことじゃないというふうに思って、あえて祈らないでいるということもあるんじゃないでしょうか。神様の御心を尋ねたいというふうに思う事柄と、いや尋ねなくてもいい、尋ねたくないというふうに思う事柄と、どちらも私たちの心の内にあるんじゃないでしょうか。でこういう姿勢っていうのはあんまり良くないですよね。でそれは神様の領域を小さくしてしまっている。結局自分の領域がたくさんあって、ほんのわずかな部分だけ神様の御心を尋ねるような、でそういう姿勢であるとするならば、それは本当に神様を信じているのかどうか疑わしくなってしまいます。ですから神様の領域が広い方がいいですよね。自分の領域の方が狭い方がいいです。いやなくてもいい、すべて神様を信頼するというそういう姿勢が一番良い。まあ実際に私たちはなかなかそういう心の状態にならないんじゃないのかなというふうにも思わされます。ですからダビデの姿勢に私たちは学ぶ必要があるんですね。彼は本当に神様に祈った。もちろん彼の生涯の中でそうしなかったこともある。神様の御心を求めないで行動して、そして失敗したということもあるんですね。だからこそ私たちは彼の行動から学びましょう。彼が本当に主に信頼して従っていた時に、彼は素晴らしい祝福を受けたんです。私たちもそうじゃないでしょうか。私たちも心から神様に尋ねて、神様の御心を求めて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、皆あがめます。私たちにあなたの御心をどうか教えてください。私たちもあなたの御心を尋ねます。神様は一体何を考えておられるのか、この私に何をするように、どういうふうにするように命じておられるのか、心から神様あなたに尋ねます。どうか教えてください。
イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。